こんにちは。和歌山イルテアトロソムリエールの陽子です。質問お待ちしてます。あ、陽子さん、先日イルテアトロで初めに入れてくれた美味しいシャンパーニ、あれはどんなワインですか？すごく美味しかったので教えてください。はい、あのワインはシャンパーニではなくフランチャコルタで、カデルボスコっていうスパークリングワインです。シャンパーニはフランスのシャンパーニ地方で作られたものだけが名乗れます。同じようにイタリアのフランチャコルタもロンバルディア州フランチャコルタ地域のものだけがフランチャコルタを名乗ることができるんです。製造法もシャンパーニと同じ瓶内二次発酵で丁寧な作りで、イタリアでは最高峰のスパークリングワインとされています。私はこのカデルボスコが持つ華やかで優雅なアタックが食事の始まりに最適で皆様に飲んでいただいてます。本当美味しいワインですね。あ、それとスパークリングワインは英語です。イタリアではスプマンテ、フランスではバングスーと言います。また質問お待ちしています。